株式分割の後に悲惨な下げ相場を演じたテスラ株だが、案の定韓国の投資家が天井付近で捕まされていたことが分かった。9月4日までの1週間で、韓国の個人投資家全体で500億円近くの買いがあったそうだ。韓国民が買い始めたら売りの法則がいよいよ成立しそうな気配だ。ハンギョウ、韓国個人投資家、テスラショック、今月に入り 1.3 兆ウォンの損失。テスラの株価急落で、韓国の投資家が今月に入り最少1兆3000億ウォン、約1160億円ほどの損失を出した。8日の急落が起きる直前の4日間に5830億ウォン相当を集中的に買った韓国投資家はさらに大きな打撃を受けた。テスラの株価は米国市場で9日午前10時基準 9.28% 上昇の 360.84 ドルを示した。テスラの株価は前日 21.06% 急落し 330.21 ドルで取引を終えた後、1日で上昇の兆しを見せた。だが、前日の下げ幅があまりに大きかったため今月に入ってからのテスラの株価下落率は依然として 30% に迫る。韓国人のテスラ株保有額は先月末基準36億4785万ドルだ。今月に入り9日午前までに保有額のうち少なくとも1兆3000億ウォンが減ったと推定される。テスラの株価は今年に入り先月末まで 500% ほど上がった。この状況で悪材料が起きた。4日の取引終了後にテスラは S&P500 指数への編入に失敗した。指数編入を念頭に買い入れた機関投資家が株式を手放した。ソフトバンクが40億ドルのコールオプションを取得し、米ハイテク株の株価を浮揚した事実が明らかになったのも悪材料だった。人為的に株価を引き上げたという事実は大型株急落の口実を提供した。8日にはアップルが 6.73%、アマゾンが 4.39%、Facebook が 4.09%、Google が 3.64% 値を下げるなど調整を受けたが、9日の取引開始直後には下げ幅の一部を回復した。韓国投資家の記事が出てから 15% も下げたテスラ株。あれ？そういえばこの話って全然してなかったんですけど、フラグだったのでは？実は今回のテスラ分割直前の冒頭と直後のショックにおける韓国投資家の役目を観察してたんだよ。それで韓国投資家が群がり始めたあたりが天井だという結論を出すことにした。これまでにも何回かそういうことはあったからね。僕も少し前に韓国の人たちがテスラをたくさん買ったと聞いて危ないと思ったんです。いつ頃の記事だったかと思ったら8月31日だった。分割後の価格で498ドルをつけていた日だ。昨日の終値はそこから 15% 近く下げた366ドルだった。要するに大損を出した可能性が高い。完全にフラグ日報の責任と言える。ハンギョウ、進撃の韓国人投資家、テスラ10番目の株主になる。海外株式投資ブームで、韓国人投資家が保有するテスラの株式の規模が同社の10番目の株主より大きい水準に増えた。韓国予託決裁院が30日に明らかにしたところによると、28日基準で韓国人投資家のテスラ株式保有額は36億7140万ドルと集計された。テスラの時価総額4124億9300万ドルの 0.89% に相当する規模だ。
韓国人投資家が保有するテスラ株は約165万株で、テスラ10番目の大株主バンコが持つ161万7010株 0.87% よりも多い。昨年末まで韓国人投資家のテスラ株保有額は1億4479万ドルに過ぎなかった。持ち分率では 0.19% ほどだった。今年に入り15億2867万ドル相当を買い越して割合が急激に拡大した。今年の個人投資家の海外株買い越し額のうち、テスラが占める割合は 12.8% に達する。海外株式投資ブームはテスラに限定された話ではない。韓国人投資家の海外株式保有額は今年に入り 123.3% 急増し、28日基準で322億7783万ドルだ。8月に入ってからも27日までで20億9227万ドルを買い越した。配当資証券のチョイクジェ専門委員は、未来産業で米国企業の独創体制が固まり、海外株式投資は今後も増えるほかないだろうと話した。やっぱり、黒井さんのコロマガ緊急記事にこの話が入るような気がしたんですけど、入らなかったです。事例が少なかったから経過を見ていたのさ。それで案の定ということになったから、次からは法則化しようと考えている。NHK の件と同じく強力なフラグとして成立するわけだ。韓国では株は博打と同じ一発逆転を狙い一発退場へ。ちなみに俺は昨日の常駐である株を仕込んだ。これは週末の株式投資レポートで明らかにするが、9月の1回目の入金カードがまだだったから、ここで切る。予想よりも早めのタイミングで下げ止まったという判断だ。あれ？結局動いたんですか？僕も実は少しだけ買い足しました。そうか、WW マーソコはチャートを見ながらの判断でいいと思う。俺が考える大暴落は未だに来ていない状況だが、もしそれが訪れた際には2回目の入金カードを発動することにする。僕もその方法を真似してもいいですか？2段階なら心配ないと思ったんです。ご自由に、韓国投資家みたいに過熱しすぎた場所で買って、暴落局面で当てて売るみたいなのが最悪だからね。加熱してるかどうかはチャートを見れば一発でわかる。欲しい株であってもぐっとこらえて待たなければいけないってこと。本当にその教訓は大事ですね。安いところで買えばずっと持ってようって思えると思います。ネットユーザーの反応です。韓国の場合、投資が白打ち。だから一発逆転を狙っています。OB さん。韓国で空売り規制をかけています。外国人投資家は売り抜けていて、個人投資家が買い支えています。ユージさん。すぐ熱くなる国民だから、負けたら借金してでも取り返そうとします。NQ さん。テスラ株が下がっても、資産と捉えている人は、簡単には手放しません。ドゥーさん。博打だね。一発逆転イコール一発退場だとわからない人が多そうだな。 WW 短期間に大きく儲けるってことは短期間に全財産を失うのと同じなんだよ。月2回の入金カードを保有していれば暴落時も安心だから、毎月毎月少しずつ買って成長させていくのが理想形だ。月100ドルからでもいい。テスラ株を買いたいなら月400ドル以上。それで我々も米国株式投資レポートで発表する
成績においては月2回の入金カードを保有しているわけ。一度に全財産を入金しないで少しずつ入金するのがいいんですよね。そういうこと。ドルコスト平均法とも呼ばれるけど、それをもう少し発展させたものになる。1枚目は急落局面、2枚目は暴落局面で切ると決める。これで過熱相場で買う韓国投資家のような愚かなやり方を防げるわけだ。今の話、衣がアメリカ支部で詳しくまとめてほしいです。きっと読まれると思います。うむ、実はそれとは別に新たな企画をもう一つ考えていてだな。これは徐々に明らかにしていくと思う。そろそろ締めよう。韓国の投資家はこれに懲りて一発逆転を狙うのはやめて、おとなしく国家消滅を受け入れることだな。一気に夢がなくなります。かっこ笑い。韓国の皆さん、もう手遅れです。そのまま突き進んでください。日本は関係ない。統一おめでとう。韓国さようなら。